ですね、先週は失礼いたしました。僕の体内時計が狂ってしまってですね、このカメラが超性能が良くて10分で切れちゃうんですよね。そうですね。それで僕が知らない間にディレクターの庄司氏が回してたんで僕がまとめに入ろうかなと思った時にはもうその分が、僕はちょうど体内時計は待ってない、間違ってないと思います。はい、間違ってなかった。失礼いたしました。なんか気分としてはですね、一緒にこう飲みに行った女の子にですね、僕は一生懸命話してるのに先に酔っ払って寝ちゃわれた気分でですねあれって感じですけど、まあ気を入れ直しまして、前回は、まあ、前回の見てもらうと、まあ大体ね主要なことは喋ってるんで、まあいらないことも多いんでですね、ちょうどいいかなと思います。それで、ようこそ北ソング愛好会へということで、ストロークの続きでちょっとね、何回も言ってるんですけど、ストローク吉田拓郎さんとかね言えばなんかくっついてくれるかなみたいなのもあるんですけど、まあ、そこら辺の軽いストロークということで前回こういうのをやりました。それに今日はですね、これ難しいんですけど、ストロークに絡めたおかずというところでハマリング、おこれも、まあ、カーターファミリーピッキンとか言われてるんですけど、まあ、普通常アルペジオの場合はこう指でこうその弦を弾いてね、こうやればいいんですけど、ストロークの場合こういう2本で持ってこう、そこ全体に弾いてハンマリングっていうのももちろんあるんですけど、まあ、例えば、まあ、4弦の2フレットをハンマリング、さっきのねコード進行でいくと、またなんかねフォークっぽいというか広がりが出るんじゃないかなと。で、まあ、C の時は4弦2フレット、まあ、Am の4弦2フレット、まあ、F はね、ちょっと厳しいと思うんです、そのまま。こういうね、経過音とか入れたりとかもあるんですけど、これはね、そこのこう、まあ、これも練習です。ここに触ってハンマリングするんじゃなくて、そこを狙って叩く。まあ、違う弦になってもいいです。雰囲気が出るので。ちょっと一回やってみます。楽しいかなという感じになると思うんですけど、これ意外と難しいんですよね。そこに当てるっていうんですかね。だからなんか僕はこう手を開いてこう弾くというよりこう握ってこういう練習してください。コードを C を持っていろいろこう
前の週で口を酸っぱく言ったんですけど、アクセントとか、そこがやっぱポイントになるので、ベタッと弾くとこう楽しくないですね。なんか打楽器を叩いてるようなイメージでやって練習していただくと、結構ね雰囲気が出るんじゃないかなと思うんですけど、この辺とかってね、小塾の世代ってあんまり聞いてないとか印象ないよね。そうですね、まあ、僕らの世代で言ったら結構やっぱゆずとか弾いてる友達とかは、ああそうかそうか、そう、ね、感じはどっちかっちゃ近いのかなっていう気は。ゆず世代ですよね。そうですね、ああゆず世代、そっか、そのゆずももう30代ですもんね。はあ、いいですね、という感じですけどもうそうですね。だからなんかやっぱりそういうのって脈々とこう伝えられる、まあゆずもね、なんか長渕剛さんの大ファンだってなんかテレビで言ってたりとか、うん、そこの影響も受けてるって、こうね、また長渕剛さんは例えばニール・ヤングだったり、友部正人さんの大ファンだったり、でまたその友部正人さんはボブ・ディランのファンだったりって、なんだかこう、やっぱりその曲の雰囲気を表す奏法とかっていうのはなんか受け継がれていくんで、あの僕もね、このオンラインレッスン通じてぜひそういう世代じゃない方も、あの例えばボサノバギターが好きな方もブルースギターが好きな方もね、せっかくアコースティックギターの醍醐味なんで、こういうのもぜひ練習していただきたいなと思いますんですけど、今回2回に続いてですね、ストロークということで、吉田拓郎さんの吉田拓郎さんの、あの元気してるんでしょうか、吉田拓郎さんのですね曲を大ちょっとまあヒントにというところで、まあ、そのまま使えないんですけど、分かる方は分かってくれてる曲だとは思うんですけど、まあ、そこら辺でやりましたんで、先週は誠に、編集でなんとかつないでくれてる、かっこよくね、最後は白黒でバーッとこうスローモーションになって終わってましたけど、さすが庄司ディレクターだなと思いましてですね、もう6回終わりました、あと4回あるんで、ちょっと4回はじっくり3フィンガーをね、皆さんやりたいと思いますんで、フォーク世代の方は3フィンガーをじっくりゆっくりさっくりゆっくりいきたいと思いますんで、ちょっと雨が降りしましたけど、という感じで、薄いスペシャルでした。よろしくお願いします。皆さん傘を差しましょう。